松岡忠之は NHK のアナウンサー。長崎県長崎市出身。西英文高等学校、東京大学法学部卒業。2002年に入局。NHK ラジオ、新内共演、情報演芸会等のお笑い番組から芸人への憧れを持ち、大学在学中は落語研究会に所属。学生タレントとして活動し、めちゃにイけてる。 で、岡村隆史が大学受験をする企画にて、家庭教師軍団の一人としても出演した。その後人前で喋ることを好み面白いものを伝えたいという思いからアナウンサーを志す。ペヨンジュ順に容姿が似ていることから、ニセ4様自身がタイガーバニーのバーナビー・ブルックス・ジュニアのファンであることから、松ナビーの愛称がある。漫画やアニメが好きで、高知局時代には、 万歳高知漫画フェスティバルに携わり、長野局時代のアナウンサーキャスター日記では、サマーウォーズの陣内はビースケや、バーナビー・ブルックス・ジュニア、等のコスプレ写真を披露している。また、同局アナウンサーの塩沢大輔とは、高知局、東京勤務経験、漫画アニメ好きの共通点がある。この他プログラミングや、ボードゲームも好む。2015年には、NHK、 民放連共同ラジオキャンペーン委ン北海道、北ラジの NHK 札幌放送局代表サポーターを担当。ありがとうございます。